吉谷さんこのカード私も知ってました22,500円でしょで法人での申し込みをしようかと思ってたんですけども私も個人でカード持ってるじゃないですかだからどうかなと思ったんですけどもまあまあやってみることにしますまあ吉谷さんもねそう言われてますし22,500円でかいしかも年間の使用料がないんですよねこれ奇跡ですよねでね三井住友カードこうやって拡張してどんどん広げてるんですけどもみずほ銀行って今ねちょっと危ないんですよね なんか反社会勢力みたいなところとか詐欺を働いてるんじゃないかなとポンジスキーンをやってるんじゃないかなっていうふうな会社と取引をしてたみたいで結構ね指示に火がついてるみたいなんですよ。まあみそ銀行いろんなね問題が2021年起きてきて危なっかしいですよねどうなっちゃうんでしょうねもしかしたら国の管理下に入るかもしれない国営銀行になるかもしれないですねはいそれでねあと残り今年も4日じゃないですかでも 日日日日前2日前っって残り5日残りりだったわけでしょでも残り何日しかないっていうのにそれでも動かない人って大半ですよねなんかねドリームアカデミア買った人はまだマシだと思うんですよでも結局悩んで買わなかった人ってのはこれまでと同じような悩みを抱え続けることを選んだわけですよね何なんでしょうねこの人生はねもちろんドリアカだけ買えば全部解決ってわけではないと思いますけども少なくとも手数打っていかないと未来は変えられないじゃないですか。 どううなっちゃうんでしょう、ねうん、まあ手数を打つにしても反社会勢力とかねマネーロンダリング詐欺をか働いてる会社と取引するのはどうかと思いますけどねみほ銀行死に火がついてます危ない